ここでニュースです。クリームシチューの有田哲平さんが都内で緊急記者会見を開きました。有田さんは会見の中で自身の今後の芸能活動について語りました。ただいまよりクリームシチュー有田哲平の緊急記者会見を取り行わせていただきます。本日は有田より皆様に大事なご報告がございます。それではお願いいたします。皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私有田哲平は極めて近い将来芸能界を引退いたします。そこでですが、引退をする前に一つだけやりたいことがあります。それが有田哲平の引退 TV です。私が引退するのだから、だったらあなたも引退しませんかと、いろんな人に引退を促しに行く番組です。そしてその番組の最初のゲストはアンジャッシュ渡部健です。有田哲平の引退 TV は明日21時からアベマで配信します。ぜひご覧ください。以上をもちまして、クリームシチュー有田哲平の記者会見。私がですね、個人的に極めて近い将来引退をしますという、この番組は極めて近い将来芸能界引退を宣言した有田哲平が、おせっかいにも共に一線を退くべきだと考える芸能人へ引退勧告を行うトークバラエティ。第1回のゲストは、あら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 アンジャッシュ渡部健。座って待ってるってことで。有田は一体なぜ渡部を引退に導くのか。気になる対談の模様は明日25日夜9時からアベマで独占配信。チャレンジして失敗を恐れるよりも何もしないことを恐れる。ではチャレンジした先には何が待っているのか。終わりがあれば始まりがある。終着点のその先を見つめる有田哲平の引退 TV スタートです。アンジャッシュ渡部へ勇退を進める一方、有田は真っ先に今人気絶頂のある人物へ突然の引退勧告を行っていた。